にどうだ、ドグラス・ビゲイラ、角度のないところからコーナーだ、ヘディング、追加点、クロスが送られる、リオンジー、3点目、ベルディ、自ら取り組んで駆け上がる、ここに送るシュートが、カミンクの後輩セレブ、おととしの J1 得点王、レアンドロ。レアンドロ、そのレアンドロから左サイド、いいボールだ、まだ3プレーなんですけども、違いは感じますよね、脅威を感じますね、決めていきました、ベルギー同点に追いついています、ドロ切り返した、レアンドロこぼれて、ドーグラス・ビエイラ、ベルギー追いつきました、アラン・ピネル打ってきた、ベルディが試合をひっくり返しました。もういい状態だと思います、うん、点を取られても取り返せるようになってきてるっていうところはすごく成長してるかなっていう感じです。自分たちが良くないプレーをすればサヌキにも負けるし、まあ、多分京都にも負けるし、いいプレーすれば上のチームにも負けないし、まあ、対戦相手というか、すべて自分たちしたいかなっていうのは、今年1年ずっと感じてるんで、まあ、試合に出ることで数字がやっぱり積み重なっていくんで、そういうのは自分の中で自信にもしたいし、続けて増やしていければいいなと思います。まあ、連戦の3戦目で、まあ、チームとしてもすごく勝てれば、波に乗れるし。すごく大事な一戦だと思うので、引き続き応援よろしくお願いします。